どうもすみません。だいぶ遅くなりましたが、KO ハイスプリングカップの結果分析です。1着、レッドモンレーブ、2着、ウィン・マーベル、3着、ダディーズ・ビビッドでした。こちらはパドックを見た直後の評価です。上の方ですね。出来の良い馬が少ないです。で、1列目、レッドモンレーブ、良い。まあ、レッドモンレーブ、勝ちましたけれども、もうパドックを見た時点で評価がぐんと上がりましたね。まあ、ただ、ババがちょっと。 しぶり気味で微妙だったんでその辺がどうかっていうところはありましたアベラーレ素質は劣るもルメールアベラーレも出来は良かったですねまあただ根本的に素質で劣りますんでルメール機種がどうカバーするかっていうところなんですがまああの直線いい足使ってもうちょっとスムーズに行けばっていうようなところでありましたねでトゥラベスーラ機種微妙ということでトゥラベスーラ まあもう一回レース後に見ると少し硬さはあるかな筋肉の質はそこまででもないかなと思ったんですがまあでもあの出来は良かったかなと思いますしまあその中で逃げ馬が止まりそうなそういうメンバーの中で中段から内の方入っちゃってもう内の,の方から手応えの悪い馬が出てくるっていうのは想定できるメンバーの中で内に入っちゃったんで外に出してれば全然違ってたかなと思いますねタイムトゥーヘブン両下も外枠ハテナまあ あの徐々に馬体面良くなってきたかなと思ったんですが、まあ、もうちょっとそのふっくらとして力強さも出ればっていうところなんで、まあ、次あたり良くなってくる可能性あるかなっていうところですね。ゾンンニヒ少し加工も内枠トレーン機種ならあるまあ本命打ってたゾン・ニッヒなんですが、まあ、やっぱパドック見てちょっとその後ろの付け根周りとか。 あとは後ろ足のさばきなんかももうちょっとためが効くような感じならいいんですがまあなんかやっぱ直線で止まったように止まりそうな雰囲気はあるんですねあんまり足が長く使えそうなにない雰囲気があるんで嫌な予感してたんですがやっぱり止まりましたね連騎手で止まるんですからミッキーブリランテ逃げか番手なら抑えまあミッキーブリランテは。 瞬発力がないんでやっぱり前行ってワンペースにしぶとさを生かしてっていうことができればだったんですがまあそういけばできなかったですねダノンスコーピオンいまいちも自力あり基本ここまでということで、まあ、ダノンスコーピオン、まあ、ちょっと後ろの付け根周りとかがその辺ふっくらが足りないというか。 出来はある程度は8部ぐらいはあったとは思うんですがやっぱ物足りない部分もあったっちゃあったかなと思いますね。ウィン・マーベル硬さある。ウィン・マーベルはまあ一番いい時の出来のイメージがありますんでそれと比べると硬さはあったんですが、まあ、ただこの馬に関しては後ろ足がカクンカクンとしてますよね。なので後ろ足である程度解決するタイプなんで多少あんまり体が使えてなさそうに見えたとしても。 なんだかんだ言って問題ないっていうようなタイプではありますんでもうちょっと評価を上げとくべきだったかなと思いますねラウダシオン少し微妙ラウダシオンはですね、まあ、レース前にも言ったんですが休み明けのこの KO 杯スプリングカップあたり左回り東京四百メートル、結構いい仕上がりで出走して構想するイメージがあったんですけれどもただ今回の仕上がりに関しては、まあ、ちょっとその なんていうか良い意味での余裕が足りないような感じですかねまあちょっとどっしりした感じが足りないというか後ろの付け根周りとかその辺もっと余裕があってまあ本当にその良い,い時はよく見える馬なんでその感じがなかったんでやっぱり長く足が使えなくて止まったっていうところもあると思いますねダディーズビビッド馬体良化も気難しいかダディーズビビッドは馬体は良かったんですよね まあただその気象的に当てにならない仕草とかがあるんでどうかとは思ったんですが前目からすんなりとした競馬しましたしまあ能力はあるというか馬体も良かったわけですからまあなんだかんだ言ってあの自分の力は出せたなっていうところはあると思いますねそれでは右の方から一頭ずついきますダノンスコピオンダノンスコーピオンはまあちょっと後ろの付け根周りが ふっくらしてほしいなっていうのとまあ、物足りない部分はあったっちゃあったんですがまあ、でも仕上がりとしては7分8分ぐらいあってある程度は力は出せる仕上がりにはあったと思いますまあ、ただこの馬に関してはまともと左回りはそんなに良くないんですよね NHK マイル勝ってますけれどもその時も結果分析で言った通り差しが効く流れの中でなだれ込みみたいな感じで競馬しててまあ、この馬はその 東京コースだと器用な足が足りない、一瞬の足が足りないっていうようなイメージになっちゃうんですよね。まあ、もちろんその安田記念になったとしても相手なりに走るんでタフになってくれて叩き合いとかになれば底力がある馬なんで、その形で構想する可能性はあるんですが、勝ち切るとなるとやっぱりいろいろとはまりきらないとっていうような感じになると思いますね。まあ、今回はごちゃごちゃっとしたところも入りましたし、あそこからスッと、 脚力で伸びるような、そういう器用な足も切れる足もないので、まあ今回はしょうがないかなと思いますね。まあ、安田記念使うとしたら、なるべく下げて、それで直線勝負、もしくはどっかで一気にまくるみたいな、なだれ込みみたいな競馬ですね。そういうような競馬だったら自力はありますんで、いいところ出る可能性あると思いますね。ロードマックスロードマックスは、まあ、ちょっとここに入ると硬さがあって、切れも足りなく見えるようなところなんかもあって。 まあちょっと能力的に厳しいかなビクティファルトスビクティファルスは大幅バタイでまあやっぱりちょっと後ろの付け根周りとかその辺のボリュームとかパワーは足りない印象はあるかなと思いますそれでこのビクティファルスに関しては3歳春のスプリングステークスかどっかかってますよねまあその時はよく見えたんですがそれ以降もうよく見えることがほとんどなくて、まあ、この馬もしかしたら 調教をものすごく軽くするとかもしくは障害コースで調教するとかなんか工夫しないとまあちょっとなんか全然いいイメージが湧かないっていうところがありますよね。ゾンニヒ・ゾンニヒはまあさっきも言ったんですがまあちょっとそのふっくらどっしりとした感じが足りないところあとは。 あの以前東京コースで競馬してても直線ばったり止まったことがあってまなのでパドックで馬体を見た時点でなんか嫌な予感がするような馬体でもあったんですよね。で実際に中段あたりの一番いいポジションで連騎手が外を出してっていうような形連騎手技術的にもうレベルが高いもう最高の形で競馬してるんですがそれでもばったり止まってしまうっていう。 まあこれはもうちょっと左回りではなかなかその勝ち負け難しいなっていうような印象ですしまあもちろんその本当に我慢してラスト150か100ぐらいから追い出すとかそういうような感じで回ってくればなんとかなる可能性もあるっちゃあるんですがまあ基本的には右回りの方がいいかなと思いますし右回りでも多少甘くなるところはありますんでまあとにかく。 乗り方が難しいあの客室的なもんだけじゃなくてちょっと気象的にも問題があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ旧車はいいので、まあ、旧車が問題あるとかではないのでちょっとこの馬自体もともとすごい気難しいのかなっていうまあそれかもう短距離使っちゃったりだとかして、まあ、短距離も右回りの方がいいんですが、まあ、それぐらいなことした方がいいかなっていうぐらいそれぐらい内容が悪いですね。ベレヌス ベレヌスは、まあ、ちょっと友とかその辺のボリュームは足りないなっていうような印象はあるんですがまあでも全体的にはすごい雰囲気が良くなってバランスもだいぶ戻ってきましたね。まあただそた確かブリンカーつけてますよね。ブリンカーつけて多少は効果あったんですがまあでもやっぱり直線を追い出すとすぐに気持ちが切れちゃうというか本気で走らないっていうすごい気難しいところがありますね。まあ、それでも道中に関しては いい行きっぷりは見せてましたしまああのー、最近では一番レース内容は良かったかなと思いますね、まあ、ただその道中行きっぷりが良くても最後直線を追い出すと止まるみたいな、まあ、そういうような典型にもなってしまっているかなというホープールサインホーブウルホーブウルサインは絶好調でしたねちょっとパドックを見た直後の評価のところで名前書き忘れちゃったんですけれどもまああのー すんごいふっくらとしてですね。ここの中でも目立つレベルでで、実際に直線もごちゃごちゃしたところに入って足を余した感じなんですが、まあ、外に出してればですね。馬券圏内に来ててもおかしくないぐらい。それぐらいな能力を感じる馬体でまあ、レース内容なんかもかなり良かったかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとその東京コースだとキレが足りないとか、そういうようなイメージとかもあったんですが、まあ、その辺なんかも。 あんまり気にならないぐらい馬が良くなっててカルリーノカルリーノはまあちょっと作りすぎな感じはあるかなとは思ったんですがまあ出来は悪くはなかったかなと思いますね、まあ、ただ後方からになって、まあ、ちょっと気持ちも切れちゃったかなっていうところもありますねトゥラベスウラトゥラベスウラはもっと筋肉の質が良くて、まあ、後ろの付け根周りも力強さがあってっていう時もあったんですがまあでも 今回も仕上がりは結構良かかったかなと思います、ね、でその中で中段の内目からレース進めたんですが直線向いたところでやっぱ外に向けないともう逃げ栓工場が止まりそうなメンバーっていうすごい分かりやすいメンバーでそうしたらうちの方から前の馬下がってくるわけじゃないですか、まあ、それでごちゃごちゃっとしてんのにそこに入っちゃってるわけですからもう全然ダメですね進路取りが。ですからもう直線向いたところで外向けて。 前にウィン・マーベルがいたんでウィン・マーベルの後ろに入っていったら、まああのー、3着以内に来たかどうかは分かんないんですが、まあ、とにかくいいところまでは来てた可能性が高いかなと思いますね。まあそれまあ、来てたでしょうねさっきのホープフルサインとかかだととちょっと外向けても進路が開かないかなっていうような感じの隊列ではあったんですが、まあ、このトラベスウラーに関しては外向けてウィン・マーベルの後ろにさえ入っておけばというところでしたね。 ビクシーナイト。ピクシーナイトはまあ少しは良くなりましたね。まあ、ただやっぱり以前のようなメリハリの効いた動きができないというか形はできてるんですがちょっとパンチが足りないっていうような感じになってますよね。なのでごちゃごちゃっとしたはしたんですけれどもまあそれよりもやっぱりそのパンチが足りないっていうところですね。ウィン・マーベル。ウィン・マーベルはまあもっといい時はあったっちゃあったんですがまあでもやっぱり後ろの そうですね、後ろ足の作りがカクンカクンとしてて後ろ足である程度解決するタイプなんでまあ体をあんまり使ってないように見えて体を使えてるっていうようなタイプの典型ではありますね。で、まあ、この馬はもともと自力ありますし叩き合いに強い勝負根性もありますしあと今回直線向いたところで直線入り口で加速が遅くてちょっともたもたしたんですが。 まあただ外から来たのがゾン日比だったんでもう一旦かわされたんですがまあゾン日比が止まったんで差し返せたっていうようなところですねあれがまた止まらない馬に外からかぶされてずっとっていうような感じだとちょっと苦しくなって伸びあぐねたかなと思いますんでその辺はまあちょっとラッキーなところはあったかなと思うんですがまあちょっとそのやっぱり何というかあんまり器用じゃないというか直線の入り口もたつく加速に時間がかかるこの辺をカバーできれば。 ミミッッキキーーブブリリラランンテ。テまあただ瞬発力が足りない馬なんで逃げかばらける展開で2番手とか理想だったかなと思ったんですが、まあ、そういう競馬ができなかったんで苦しいですねレッドモンレイブレッドモンレイブはまあほに今回メンバーで一番よく見えたぐらいでしたんでまああとはババがちょっと中途半端だったんでそこはどうかだったんですがまあでも外面を走ってますんで、まあ、問題なかったですし。 まあ横山和夫騎士もある程度 OL ジョッキーでもありますんでまあ後方まあ多少外は回ったんですがタメも効いてましたし自分の足を使ったかなっていうところではありますねまああのハマったわけではなくて基本的には前目の馬たちの方が有利な展開でもありましたんでそこを差し切ったわけですから、まあ、今回は高く評価してもいいかなと思いますねまあただマイルの安田記念に関してはちょっと一波論 長いいかなっていう全然戦六はこなすんですが戦六でベストのパフォーマンスができるかというとちょっと相手関係考えるとちょっとしんどいかもなっていうところがあるんで、まあ、なるべくその力勝負にならないように足をためて一気にかわすみたいなそういうようなごまかすような末足勝負に持ち込めた場合だと通用する可能性はあるかなというような程度で考えてますね。レレイイモモンンド・バローズレイモンド・ババロローーズズはちょっと 全体的に硬いというかメリハリを効いてない話題ですんでまあ、外面も回ったっていうのもあるんですが、背面手応え悪くなりましたね。ラウダシオンラウダシオンはまあ、本当にこのタイミングは休み明けでだいたい。いい仕上がりで出走してくるんですが、まあ、ちょっとそのふっくらした感じが足りなかったりだとかまあ、なんか。ちょっと年齢的に調教が強すぎると。 耐えられなくなってきている可能性もあるのかなっていうところもあるんで、もう年齢考えてもっと調教を軽くした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとやりすぎに近いような感じで、多少バランスが体感がしっかりしてないような感じがありましたので、まあ、この感じだと止まりそうだなっていうようなイメージはありました。で実際にその先行してすんごい手応えよく回ってきてるんですが、いざ追い出すと止まっちゃいますよね。まああのままその 前の馬がですね、並走状態みたいな感じで一瞬粘ってくれて、そこでラウダションを追い出さずにっていうような形で、そのまま馬なりで行けば、もうちょっと粘れたかもしれないんですが、ダディーズ・ビビッド。ダディーズ・ビビッドは馬体面かなり良くなってましたね。まあ、ただ、その、気象的に当てにならない仕草が出てきたりなんかしてたんでどうかだったんですが、まあでも、前目の方から自分の競馬ですね、 気分よくある程度競馬できたかなと思いますんでまあ自力ありますんであれぐらいの競馬はできますね左回りの12004がベストかなっていうところもありますんでまあ、ただやっぱ東京コースですんでもうちょっと乗り方考えないともっと後ろから追い込むとかまあもしくは先行するんだったらばらけるような感じで34番手からスッと抜け出す競馬がはまるとか、まあ、ちょっとそのやっぱり。 一足は使うんだけれども、その足の使いどころが難しいイメージが東京では出てきやすいかなと思いますね。まあ、なので、あのそこで踏ん張らすことができる外国人騎手とか乗せればまた一味違うかなとは思いますね。アベラーレアベラーレは仕上がり良かったですね。まあ、ただやっぱ素質的には少し劣るところがありますんで、ルメール騎手はどう？カバーするかだったんですが、まあ、足は溜まってそれで。 手応えは良かっったんですがちょっとその外にでですすねね外外の対列が悪いような感じです、ね、外へ行くほど後ろっていうような感じなんで外へ行くほど前だったら斜め前にスッと出しやすいんですが逆だったんで、まあ、それで馬群の中でちょっとあの進路を探すっていうような感じになってたんですが、まあ、でもそこの進路もスムーズに開かなかったんで、まあ、ちょっとその。 あの直線半ばぐらいになったら隊列が変わってきたんでそこで大外に出して立て直したんですがでもその時にはもう時すすででに遅しいううような感じですね、まあ、手応え的には3着以内に来れてましたんでスムーズに外に出せてれば3着以内には来てたでしょうしまあ2着ぐらいに来てた可能性もあったかなっていうぐらいなんで、まあ、それぐらいの力は力というか、まあ、ルメリクシがうまく乗ったっていうところもある,ちゃあるんですが。 まあ基本的にはちょっと安田記念は厳しいとは思うんですがただやっぱりですねこの今勢いがある時にまた構想させたわけですから次につながる競馬はしてますんでまあもしかしたらうまくごまかして素足勝負っていうような形だと通用する可能性も出てきたかなっていうところはありますね。タイム・トゥ・ヘブンタイム・トゥ・ヘブンはあのー、まあちょっと 少し硬さが出てたんですがその辺なんかも緩んで今回はある程度仕上がり良くなってきたかなと思いますね。まあ、もうちょっとボリューム出たりしっかりとすればいいんですけれども、まあ、でちょっと今回馬場も良くなかったですし後方からちょっと気持ち的にも切れちゃったかなっていうようなレース内容ではありましたね。グラスミアラビグララララススミミアアビビはは、まああんまり良くはないですねちょっとキレのある 馬体でではないといとうかですね全体的に丸みを帯びてるような感じでもあって、まあ、さらに追い込みが効くような展開でもなかったまああの一刀レ,レッドモンレブは追い込みましたけれども、まあ、追い込み有利っていうような展開でもなかったので、まあ、多少バブルを渋ったりなんかしてその中でちょっと気持ちも切れるのも早かったかなっていうところですね。以上です失礼します